ナンバーアンダーラインア I ブローユーアーカバーオフィシャルダンスパフォーマンス MV ンバーアンダーラインア I が示す新たな表現の地平。三人の圧倒的なダンス性に目を見張る。ナンバーアンダーラインア I の新曲、ブローユーアーカバーのダンスパフォーマンス MV が公開され、大きな話題を呼んでいる。メンバーの平野翔神宮寺勇太。 キシユタによる圧倒的なダンススキルと魅力的なパフォーマンスはファンを熱狂させている。夢中になれる曲を聴いて私たちの心を打つパフォーマンスを楽しんでください。それは日本のダンス界における革新的なグループナンバーアンダーライン愛の最新作品です。このビデオは彼らが常に進化しファンを魅了し続ける理由を示しています。 平野翔さん、仁さん、キシさん、彼らはただのダンサーではありません。彼らはいろいろな面で素晴らしい才能を持っていることがわかります。彼らのダンスは力強く、しかし同時に儚さも感じさせます。そして、その魅力は単にパフォーマンスにあるわけではありません。彼らの骨格、筋肉の使い方、そして何よりも自然な魅力が、 彼らを他のグループとは一線を隠す存在にしています。まず第一に目を引くのが、平野翔のダイナミックで華麗なターンダンス。特に三回転が美しく決まっており、その軸の安定感と随踊り実さに息を呑む。翔の上品な色気が際立つ表情と動きは、まさに芸術的と呼べるほどの完成度だ。 同じく神宮寺ゆ太たと岩優太たのダンスもきらびやかで魅力的。三人の息ぴったりのシンクロダンスはまるで一つの生き物のようだ。激しさと繊細さを合わせ持ち、見る者の,の心を捉え続ける。特にスローなムーブメントにおける大人の色気は必見で、ファンを虜にしている。また、三人の歌声もダンスに負けず劣らず素晴らしい。 穏やかで甘い響きながらも力強さと切ない余韻を感じさせる。まさに歌ダンスパフォーマンスの三味一体がナンバーアンダーライン愛の魅力を最大限引き出している。このようなトリプルスター的な活躍は過去のボーイズグループにも類を見ない。彼らのダンスは単なるテクニックの披露ではなく、見る者の,の感情に訴えかけるアート性を備えている。 時に力強く、時にはかなげな表現は、見るものを虜にしてやまない。彼らのダンスは、ただのパフォーマンスではなく、芸術作品です。その細やかさや力強さ、そして余韻の持続は、彼らがどれだけの才能を持っているかを証明しています。そして、何よりも、平野翔さんの三回転ターンは、その美しさで観客を圧倒します。この動画は、 彼らの成長と進化を示しているだけでなく、彼らの才能と魅力を世界中に届ける手段でもあります。彼らのパフォーマンスは日本の宝であり、世界中のファンにとっても魅力的なものです。振り付けも見逃せない。のっぽしによる優れた振り付けが、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスの深みを増している。タイミングや表情の変化、そしてメンバー間の連動性など、 細部にまでこだわりが感じられる。特にショーのターンダンスは必見で、振り付けの意図を完璧に体現している。そして何より、三人の表情のリアリティが心を打つ。はかなげな中にも力強さを秘めた表情は、見る者の共感を呼び起こす。彼らの歌やダンスを通して、切ない恋の物語が紡がれているかのよう。 これほどの才能が結集したグループは、まさに、日本の宝と言えるだろう。今後の活躍が期待される中、さらなる進化を遂げ、世界中からの支持を集めることだろう。ダンスパフォーマンスを通して、ナンバーアンダーライン愛が見せる、大人の色気と少年の純真のコントラストは特に印象的だ。彼らの芸術性と表現力は、 ファンの心を掴んでやまない。今後、ナンバーアンダーラインアイが世界の頂点を目指して邁進していくことは疑いない。彼らのパフォーマンスは、日本の文化の素晴らしさを世界にアピールする最高の機会となるだろう。今後の活躍にも目が離せない。世界が魅了されるナンバーアンダーラインアイの美しさと才能。ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイは、 日本初のグローバルアーティストとして世界中のファンを魅了し続けている。古くからの熱心なファンはもちろんのこと、新たに彼らの魅力に引きつけられる人も後を絶たない。そんな彼らの魅力の秘密に迫ってみよう。まず何と言っても、ダンスの圧倒的な技術力と表現力が上げられる。特に、平野翔く君のトリプルターンは必見だ。 軸がぶれることなく、流れるような優雅な動きは見るものを釘付けにする。そしてそのキレのある動きとは対照的な、繊細で切ないニュアンスの表情は、見るものの心をわしづかみにする。単純に技術的に素晴らしいだけではなく、ダンスを通して深い感情を伝えることができるのが平野くんの魅力だ。 同じくメンバーの神宮寺ゆうたくんとキングプリンスの騎士やサフトくんも、そうした表現力の高さを発揮している。特に騎士くんの大人びた色気漂うダンスは必見で、一度見たら忘れられないはずだ。そして、三人の息の合った完璧なシンクロも圧巻だ。ダンス映像を見ていると、まるで一つの生き物のように動いているかのような錯覚さえ覚える。 そしてそれだけではない。彼らの歌声にも注目が集まっている。特に平野くんの甘く切ない歌声は、ダンスと相まって一層切ないムードを醸し出す。また、三人の掛け合いも見応えがあり、聴く者の,の心をかき立てる。ブローユアカバーのライブ映像を見ると、そのことがよくわかるだろう。ダンサーとしての技術は去ることながら、 将軍の表情とダンスのシンクロが何とも言えない。と、ファンの一人は語る。むき出しの感情がにじみ出るかのような表情と、しなやかな身体の動きが見事に一体化している。見る者の心をわしづかみにする魅力だ。繊細さとともに、力強さも放っているナンバーアンダーライン愛。特に注目なのは、騎士と神宮寺のキレのあるダンスだ。 群れを塗って飛び跳ねる騎士の姿はどこか野生的で、一方の神宮寺は繊細ながらも男らしさを醸し出している。この対比が印象的だ。そして三人のシンクロダンスも必見。呼吸を合わせ、息ぴったりに動く姿には、まさに世界のナンバーアンダーライン愛というニックネームにふさわしい実力が感じられる。まるで一つの生命体のようだ。 ナンバーアンダーラインアイは本当に才能に溢れたグループ。ダンスの幅が広く、どんなジャンルにも対応できるのが魅力ですね、とファンの一人は語る。まさに三人それぞれの個性が光り、融合することで、ナンバーアンダーラインアイ独自の世界観を生み出しているのだ。そんな彼らの魅力は、これまでの作品からも伺える。代表曲の24では、 優雅な立ち振る舞いとキレのあるダンスパフォーマンスを披露。一方のゴートではダイナミックなムーブメントと重低音のサウンドが融合し、まさに世界最強と呼ぶにふさわしい圧倒的なライブパフォーマンスを見せつけてきた。そして今回のブローユアーカバーでは暗闇に浮かび上がる彼らの姿がクールでセクシーな魅力を引き出している。優しさと情熱、 儚さと力強さ。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに破損な相反する要素が見事に共存しています。とファンは言う。まさにその言葉の通り、ナンバーアンダーライン愛は時に繊細で儚く、時に荒々しく力強い。その触れ幅の大きさこそが彼らの魅力なのかもしれない。そんな彼らの魅力は国内外で高い評価を得ている。 韓国出身のファンからは、日本のダンスの息を感じるとの声が寄せられ、海外からの注目も集まっている。世界に通用する日本のアーティストとして、ナンバーアンダーライン愛の名は確実に広がっていくだろう。これからも、ナンバーアンダーライン愛の活躍から目が離せない。彼らの魅力は、きっと私たちを夢中にさせ続けるはずだ。